お疲れ様でした。でも頑張った甲斐がありましたね。だよな、すげえぜこりゃ。本当にここまでよく。お、だな。サラーサさん、待ってたぜ。お前転生期覚醒させただろ。お、ないんだよ、もう知ってんのか。もしかしてお祝いでも。間違いないみたいだな。勘違いならよかったんだけどな。でも仕方ない。それじゃあ勝負だ。どういうことだ。何の冗談だよそりゃ。冗談？そんな難しいこと私には言えないぞ。私はいつでも本気だ。さあ武器を取れ。ちょっと待ってください。どうして私たちがサランサさんと。私は最強の斧使いだからな。だからお前を倒さなくちゃいけない。私は最強だ。それは自分でよく分かっている。でもミトラフを覚醒させたお前も最強の斧使いだ。おかしいだろそんなの。私知ってるぞ。最強は一人じゃなくちゃいけないって。この空に最強は二人もいらない。だから勝負だ。でもお前は強い。お前がどう思おうとお前は強い。それでも私だって譲れない。最強は私じゃなくちゃいけないんだ。なんでそんなどっちが強いとか最強とかそういうのにこだわるんだよ。私は生まれた時から森で動物に育てられたんだ。ウーノに拾われるまで私はずっと森にいた。だから知ってるんだ。たくさん見てきた。弱いやつは死ぬ。弱いやつは食われる。弱かったら何の価値もない。私は食われるつもりはない。私は食われるのが怖い。私は弱いやつになりたくない。いつだって食う側でいてやる。だから最強じゃなくちゃいけないんだ。そんな、誰もサラーサさんにそんなことは。お前はそうかもな。けど一人認めたら、私が最強じゃないって認めたら、そうしたらもうダメなんだ。だから私は認めない。私は最強の斧使い。私は十天衆が一人、サラーサだ。最強は誰にも渡さない。覚悟しろ。私が最強だって証明してやるぜ。あれ、それできる。
レルミーカ。メタゲンなんてしねえだろ。エッチーなのって素敵じゃない？すごいな、お前は。叶わなかった。でも私も全力だったからな。もう心残りはないぞ。さあ、敗者は勝者のものだ。煮るなり焼くなり好きにしろ。ただ痛いのはやめろよ。泣くぞ。これはどうしましょう。いや、オイラたち別にそういうのが目的だったわけじゃないしな。そういうわけにもいかないだろ。私はお前に負けたんだからな。困りましたね。どうしよう。もしかして敗者をどうするか考えてなかったのか。当たり前だろ。まさかこんなことになるなんて思ってなかったし。わかった。じゃあ私お前についていくぞ。え、それってつまり敗者は勝者のものだからな。どこまでもついていくぞ。やれやれ、言っても聞きそうにねえし、まあいいんじゃねえか。そうですね。それにサラーサさんはとっても強いし、一緒にいてくれたら心強いです。じゃあこれからよろしくな。What?